久留米市田主丸町の竹野地区です。連日住民やボランティアが住宅に流れ込んだ土砂を撤去するなど復旧作業に追われています。土砂が大きく流れ込み家を押し潰しています。竹野地区では先月10日、記録的な大雨で土石流が発生、10人が巻き込まれ70代の男性が死亡したほか、5人が怪我をしました。水も流れてるし、土もから周りに植わっている杉林も全部流れてる。初めてです、こういうの。もう74年間して初めて。水害に遭うということも全然夢にも思ってなかった。あれ、ない。ここ鳥居があったはずなんだけど。気象災害史を専門とする九州大学の西山浩二助教です。現地調査に取材クルーも同行しました。トラック、あのダンプのところら辺からザーッと、 あの辺りから来たんですね、はいはい、ここ徳間神社ってところで、でここが昔徳間村っていう村があったところで、あのもうちょっとこっち側に行ったところが竹野村っていうところです。この2つの村が結構大きな被害を受けた。だからあの当時とほぼ同じような状況だったと思いますね。西山助教は7年前から竹野地区を含む箕面連山付近の災害について古文書を読み解いたり、何度も現地を歩いたりして過去の災害について調べています。この度筑後箕面山山塩大変の儀、山塩は土石流という意味、この地域で。西山助教が読み解いたのは浮橋が所蔵する久江山物語という古文書です。300年ほど前の享保5年1720年に箕面連山全域で起きた土砂災害について記されています。岩石、水とともに流れ来たりというふうに、なのであの天然ダムが一回できて、それが崩れて、そしてあの水とか、砂とか岩がこう降りてきた。徳間竹野両村は大変っていうふうに書いてます。なので、今回の被災地、あの先ほど見た徳間神社見ましたよね、被災してましたよね、あの辺りが結構大変だったということですよね。西山助教は久江山物語に詳細に書かれた当時の被災状況が今後の防災にも大いに参考になると考えています。30余りなる男、大石に当たって、砂に埋もれて、ついには虚しくまかりになる、つまり亡くなったって書いてある。被害状況そのまま記載してますので、もう非常に生々しい話ではあるんです。ただこれを見ることで、あの実際に何が起こるかっていうのがはっきり分かりますから、もうこうならないために何ができるのかということが、やっぱりあのこの地域の防災につながるんです。もうずっとこの辺もね、街歩きしたりね。竹野地区の隣にある大京寺地区です。300年前の土石流の痕跡が今も残されているといいます。分からないけど、なんか松田300年前のね、昔の記録の中に、うん、7メートルぐらいの岩が流れてきたって書いてある、大教授で、うん、そこにあるか、こっちにあるか、大変。こっちとはね、一個はね、上は平田ですね、はい、子供の頃遊べたんです。あ、行ってこんの、行ってこんの、はい、地元の人が柿畑の中を案内してくれました。これはわからん、実際的には見たもんがおらんけん、伝え話で聞いただけやけん。あの古文書に書いてあった、長さ4件で幅が 2.5件か、うん、そうね、がなんとなくこれぐらいの大きさじゃなかったんですかね。これがなんか転がってきたら、もうこれひとたまりもないですね、これね。多くの被害が出た土石流の現場から少し離れたこちらのお宮にも土砂や流木が流れ込んでいます。 J
実はこちらの場所はハザードマップ上の土石流警戒区域からは外れた場所なんです。西山助教はハザードマップに記された危険区域はあくまで目安だと話します。少し外れてても危ないということは十分ありますよ。これあくまで目安です。ハザードマップだけではやっぱりわからないんですよね。で、実際そこで何が起こったのかということをはっきりとその過去の歴史の中からあぶり出してきて、で、それをきっちりと地域の方に伝えていく。で、それでイメージ、その災害のイメージができるようにすると。西山助教は調査の結果分かったことをホームページにまとめたり、地域ごとに勉強会を開いたりして住民に対して周知を図ってきました。100年程度のスパンでは起きていない災害も、ね、数百年遡れば起きていたということは少なくありません。自分の経験に頼りすぎずに災害に備えておくことが重要のようです。自分の寿命のうちに起きない可能性の方が高いわけですよ。ということはもうここは起きないものだと見なしてしまうんですよね。しかし実際にやっぱり起きているので、ここの地域の方だけじゃなくてですね、箕面山全域にお住まいの方はですね、次は自分のところが起こるんだと思って対策を立ててほしいと思いますよね。